では続き、5番目かな。ユヘイ、知らないのが出た。わかりやすくなってるのかな、これ。ゴールがこれで青色が入ればいいのかな。向こう側から青色を入れる。このスイッチがあっち側切り替わってんだね。なるほど。切り替えた時にここが開いて、その時にこれがアクティブになれば、ここが開きっぱなしにはなるね。まずね。ならないってさ、なったよ。なったから、あそこはオンのままでしょ？だからこれは取ってよくて。で、欲しいのは何かっていうと、青色なので、これで終わり？意外と開けなかった。 OK。 出てきた。ママ不満。 I sent the drone to have a look at one of the other puzzle clusters. It seems they remain inert until they're connected. 接続。 I uploaded the pictures to the log. Should we check them out with the VTOL? Let's conserve fuel as much as we can.誰かが到達するか、輸送システムが稼働するまではアクティブにならない。なるほどね。ここの駅に到着したことによってスイッチが作動するっていうことなんだ。OK、 次6番、順当に行きましょう。このエリアって、このエリアって俺星2つ取ったんだっけ、そもそも。一つか、探し物は見つけたから、もう一つはラインでしたっけ。うん、ちょっと寝て起きたので寝て起きてやってるので、なんか忘れてるかもしれない、いろいろ。マップをどこまで探索してましたかみたいな情報はちょっと忘れちゃうな。これが多分6番なんですけど、6番だね。いや、いいな、本当にさ、この、もう、だだっ広いわけでしょ。本当にさ、この空間、この、だってこのスポットってこのパズルしか置いてないんだもん。こんなだだっ広い空間、贅沢に使って、パズル、野ざらしのパズルが1個置いてあるだけ。すごいね。インペイ、1個あって青色があって、向こうにスイッチがあって、これが青色だから、ここが開くとこれが開きっぱなしになったりするのかもしれないねってのがあって、スイッチそのものは、スイッチそのものが、これ赤色を入れるか、もしくは青色を入れるかで切り替わっちゃうのかな。うん、で変換器があって、ゴールはどこですか、この先かな。わかりやすい。赤色、まず何色が欲しいかというと、
これを開けたい。そこ赤色。そもそもあれ青色。青色、赤色。どうなってんだ。まず何？ここに光があるだけだから。ここから伸ばすとあいつがキャッチできて。とりあえずな。そうそう、そこが開いて。赤色が入りっぱなしになるから。青色のソースを受け取って赤色を入れてるから、あれが1個生きてれば、こっち側のこれはいらなくなって。そうすると、ここは青々で開けっぱなしにもできるようになったので、そしたらこいつは解放できるよね。で、このパーツを外側に持ち出さないといけないから、ここを開けたいので、ここを開けたいっていうのは向こう側で赤色が欲しいんだから、青色が欲しいってことだよなということなので、この視界に入る場所に青色を持ってくることが目的。なので、あれがこれを開けつつ、ここに青色がいるっていうのが理想的かな。こうすると、今度はこっちが離してもよくなるので、ここから青色光らせて、赤色に投射して、よくないですよ、これは。なぜかというと、こいつがあれも食わないといけないんだ。まずったかも。この角度ダメかも。いけるんだな、これが。OK。これでこっちいけるので、これは見事回収可能。いや、なんか本当に、タロス1のさ、ジャグリング、レーザージャグリングみたいなテクニックだから、慣れてるとこれはわかる。タロス2で初プレイですっていう人には結構むずいのかもしれないけど。まあまだ2色だからね、これは。簡単。次。ナンバー7。そこのパズルは、光を当てるんだっけ？緑色ね。そうか、覚えてないな。緑色がどこにあったか覚えてないね。これが7番目。じゃない。これは、ロストパズルか？いや、7番目だね。道合ってた？ OK。 道合ってないけど、いいです。さて、このレベルだから簡単だな。赤と青のことしかやんないから、タロス1にやってることがすごく近い。これを押して向こう側に行くあたりがとりあえずスタートかな。向こう側にあるものの配置をなんか変えたいよね、多分。なんだそれ。反転機と反転機。で、そっちに行くと、レーザー開けてこれを受信して、ここをアクティブにして、ゴールは、青がここ。なんか結構バチバチに場所決まってるって感じだね。さ、どうしましょうね。これをこうするはなんかもうほぼ確定みたいなもんでしょ。で、青色。
本当？こっち側にあるソースは赤色。あ、でこれを踏んでないといけないか。ちょっと待って、これはこれがアクティブになれば踏まなくて済むんだから、赤色を送って、この青色をこの角度ではいかないから、最初に伝達する手段がないな、まだ。踏めばいいのか。赤をもらって青を渡して赤をうっと移すから、まずここを開けるだけでいいんだね。まずこいつにこれを受け渡す。それはこれを開けさえすれば向こう側勝手につながるんで大丈夫で、そしたらあいつ越しに青色をもらえるから、ここに置いときさえすればつながるか。うん、すごいシンプルだね。なんかちょっと今怖いのはさ、それぞれのエリアごとに新ギミックが出てきて、で、10問じゃないですか。10問じゃないですか。それで、パズルとして出し切りましたみたいになってちょっと嫌だな。10問、あ、ごめん、8問か。8問とプラスエクストラ2問で、このギミックについての一番難しいやつはやりきりましただと、ちょっと物足りないかな。まあ、だから門があるんだけど、門が出るまではもうちょっとやらないといけないと。8番、こっち、うん。緑色のライトの件ちょっと忘れちゃったな。もう一回右行かないとダメだ。緑色が唯一使えた場所ってなんか一箇所しかなかった気がする。緑色で停車したらどうなるのみたいな実験をしたのが序盤にあったよね。パン、赤色、箱、取り出すことができないけど、パンで浮かび上がらせるのはこれを飛び上がらせるって感じだよな。で赤色、ゴールは赤の先の青の先、赤の先の赤の先の青子の先。なんそれ、最初にやることはないな。これ取っちゃダメでしょ。あの内側でなんかやる。いや、ライトをとりあえず当てられるのか。青色の光を他の子に渡して、ここにあるパーツは外に出せないもんな。この子がやれることって青色の光を受け取っとくぐらいしかできないでしょ。で、なんか飛び出させたいんだと思うんですよね、この辺のなんかを。こいつができることは青色を受け取って赤色にすることによってこれが打ち上がり、打ち上がったことによってそこの赤色もこれが照らせるだろうと言ってるかな。そうすると次の一手が取れる。
何なんだそれ。上がってここに入ったことによって途切れてる。不思議だな。あれは通ってるんだけど通らせるタイミングが変と。じゃあこのまま行っていいんだ。まずな。これ何のために。そしたらこれはプレイヤーが浮かび、あ、これを持って浮かぶためなのかな。あいつに向かって光を送ってるやつが切れなければ浮かびっぱなしになるんだと思うんだよな。そうするとなんかいいことあるかもしれないけど、まだ全体像が見えないね。赤と青。これ入れ替えるか。わかんないです。わかんないけど入れ替えてみた。そうするとこいつは赤色を出せるから、そこ照らせるし、そこも照らせるでしょ。あそこを照らすやつを、箱を取り出せれば強いけどな。飛び上がった瞬間にここから来るエネルギーが切れちゃうから、こいつに対して、でもこいつって2本エネルギーが、でも同じ色が2本入ってる場合ってなんか変わるのかもしれないな。赤色が欲しいって言ってるから、変換器挟んだ色が欲しいから、これが赤色出すわけだよね。これは青色を元にしたら赤色を出す。赤色をあいつに出せる。あそこも照らせる。こいつが直であいつ狙えるのか。あ、なるほど。これが浮きっぱなしになる方法なんだね。なるほどね。そうするとこれどうしたいか。これ乗っけたいよな。乗っけて、何色が欲しいんだ。今赤色は、あ、そっからこれも見れる。そっからこれも見れるなら青色が打ち上がってそれがいければいいかなって思ってる。見れてる？あ、見れてるんだ。なんだなんだ。だいたいこいつで消化して、あそこの青色を浮いた子で食いたいかな。できんのかな、そんなこと。この青色に空中からここにアクセスして青色を打ち込めば勝てるって感じだと思う。だからこの子は、ちょっと待ってね。あの子に対して赤い入力を受け取って飛び続ければよい。これを切って置く。行ったかな。行ってるね。なんか飛び上げる仕組み自体は、あの最初のあの引っ掛けがあったぐらいで、それ以外はもっとね、元になる色が1個しかないから、割とやりやすいよね。やっぱこの辺は慣れてるわ。私は緑色がない分ブレイカーはだいぶ知ってる。
で、これで、1から8まで全部取りました。失われたパズルに行きたいかな。ポエム。これ翻訳すごいな。ちゃんとやってんだな。旅路は終わり。なるほどなるほど。いや、いいよね。過激すぎるんだよな、選択肢が。どっちでもないよ、別に。じゃあ、やり残したことをやっていこうか。そうだな。緑色を探したいな。あと、ハテナがまだ残ってるね、いくつか。ハテナの中にいる、あ、ラボがまだ見つかってないんだ。ラボは見つけなきゃいかん。すぐそこにハテナがある。見つかっちゃったな。行こっか。事前接続済み。はい。赤。そろそろ来るよね。いや、取ってくれと言わんばかりのインバーター。取るしかないわ。反転くん。赤色受け取って、そこ赤色だから意味ないよね。いや、これさ、プレイヤーの視界に対して、ちょっと低いのいやらしいよな。若干見えない。とりあえず開けよう。で、こっち来て、赤色取れないでしょ。赤色取れば勝ちか。なるほどね。でも今青色しかもらえないので、別の青色で開けるところが欲しい。この壁開ければ、開けられる壁あそこにもあるね。何があるんだ、あそこ。何もないな。何もないな。なんか、ん ?2 枚ある。この青色一つで、この2枚開くのかな?ちょっとわからん。あれなんだ?パズルの装置ではない。デザインか。管轄板に乗ってるのになんか反応がないって何なんだ。管轄板がそこで、青はここかもしんない。とにかくだな。その辺にあったこの赤い光を、この辺から?これを向こうに渡してみるか?そうすると俺が渡れないか。ここが渡れないと私がまずどこにも行けない。この光はここは通らないもんね。なんだろうな。なんだろうなっつうか、ここに行くしかないんだけど。どうやって行けばいいんだ?青色が入ればよい。赤色はそこ。あ、これ、これってそこは、そことこれキャッチして、
ここに置いたら反応するかな。え、なんか絶対違うな、これ。なんか絶対違うけど、こうやって2つ持ってくることができちゃった。そしたら、そこの穴も開けられる。開けられるし、この穴開けなくても赤直接読めるか？読めないかな。読めないよね、多分これ。ここは開いて、これが取れて、なるほどね。これ逆なんだね。ちょっと待って。それかつ、そこの青色でさらに反転入んの？なんだそりゃ。ほう、あそこに赤色入れりゃ勝ちなんだよな。あそこに赤色入れりゃ勝ち？これで終わりじゃない？紛らわしい。そうだな。今、ライトソースが全部そこだから、この穴を閉じると全部逆になっちゃうけど、でもこの状態でこれ逆にしたらここ開くんじゃないの？取ってみるか。開かないってことは、これはオアじゃなくてアンドなのか。俺が入ってることがそもそもこれを開く前提？合ってる？合ってるな。分かりにくいな、ちょっと。ってことで、光は欲しい。ここからもらってくるのが良さそうだから、これが向こう側を開けているという状態が実は欲しかったけど、だからあの赤色からなんかこううまくやらなあかんね。今のこの初期位置のまんまだとあんまりうまくいかない。さあどうしよっかな。こいつがなんか欲しいもんな、そこから光を。これが赤色を染まらうと青になるから、うん、ここ開けたいんだよね、おそらく。視界が通るかどうかわかんないけど、俺が開けたいのであれば、ここを踏んでて、これがここの穴を開ければよい。これを向こうに出す？ちょっと待てよ。これ終わったんじゃない？積んだかもしれん。悩ましいな今。この穴を溶かすことができない、ずっと。ここを踏んでしまいたいんだけど、踏むために必要な素材が全部向こうに行ってしまった。あら、難しいね。一番最初に取った行動がおかしいせいで、これはもう解けないとかなってんのかな。そんなことあるかな。これを使いたいんだけど、使い道がない。使い道がないな。なんだろうこれ。こいつを取ると全部回路が閉じるから、別
の場所から穴開けようみたいなこともできんねんな。ここ何？ここを閉じてても大丈夫じゃん。ちょっと待てよ。ここが閉じてても俺そっちから出れるし、ここは無条件で使えるのか。何に使う？あいつが光るとこの青色が入れられるから、その赤色青色赤色、意味ないな。2回経由してたら意味がない。ん？ちょっと一回やり直してみる？なんか気づけてない？初手間違った。初手、これを取る。で、これを置くと中に入れる。俺が当てられる場所はそこの壁とあそこの壁です。これでこれを中に入れられて、こっち側から開けられるんだよな。これをやってなかったね多分。これが内側にあるとこれを切り替えられるよねが多分できるんだと思う。内側にある方が便利、重荷にもなるしね。この状態でまずあそこの青を開けたいから、赤もらって、向こう側にあった青色を、あだったらこれまず外出して、これが内側にあった、あそこの穴開けてる状態できないか。こうしとい、こうしとけば、あっとこうしてこうすればいいのです。これ何が嬉しいんだ。あ、違う違う、この青をあっちにも送って、でこれが開くので向こう側のあっち側からもらってきて、ここにこれがちょっと分かんないんだよな。この辺がよくわからないんだけど、こいつがここを開ければ、この子がここ越しに赤を見れて、ここから赤を送ることができるので、あいつが赤に切り替わる。おお、一番最初の動き方を間違えたっていうか積んじゃったんだ。無理やりこれをこじ開けてしまったことによって、このパーツを内側に入れることが不可能になったのかな。変な積み方、やっぱ変だよね。無理やり突破したと思ったら無理やり積んだ。面白い。あと一つシークレットがあるぞ。でこのステージ緑はないね。
場所は見つけてあるの。なんかハテナがすごい動く。この先にハテナがすごい動いてる。この辺がハテナだ。あったね。時間がちょうどいいから、でもな、起きたいかも。この動画内でこのエリアを終わらせられるかなぐらいの感じ。There seems to be a connection between the experimental setups in the labs and some of the puzzle technology. Correlation does not necessarily imply causation, though. そうかな。True. But just because we don't understand the connection, that doesn't mean it's not there. そうかな。これから出るもの次のエリアに出ると思うけどな。Reflect each other. We just don't understand how that reflection works or what causes it. Maybe Miranda can tell us. うわ。横振りが早いね。FOV こんな低かったっけ？90じゃ狭いな。ガクガクする？これ。頭に入ってこないな、この辺の文章。こう実態がつかめない感じ。うわ、30円だね。 OK、 壁を歩く。なんかトレーラーにあったもんね、その映像。さて、スターを取るために緑色を見つけた場所を探さないといけない。2とか3とかあの辺だったはずなんだよね。前回の動画で動作確認をした時に緑色が出たんで。ん？ちょっと待てよ。シークレットパズル行くって言ってなかったっけ。ごめん、もう忘れた。スターがさ、できちゃいそうな感じのレベル感だから、やりちゃいたいな。2番がこれ？ここじゃないかな。これか。おう、そうそう、緑ある。そしたら、合成くんで赤と青があればいいので、赤がそこ、青がそこだから、どう使う？
どう使う？これとこれでいけるから、したらスターパズルの場所はどこだ？あと解いてないスターパズルの場所、場所がわからん。あれって解いたんだよね多分。上の地図見づらいよ。遠くにあるものがアイコンが小さくなるせいで目的地が消えるんだよね。あれだよね、あの7の向こう側にあるのがまだ解いてないスターだと思うから、方角としては7か消えた。方角としてどれだ？わかんねえじゃん。よくないぞ。そりゃよくないよ。パズルの難しさじゃないんだもん、それ。まあでも、どっかにとにかく受信機があるはずだから、そこに当てればいい。なんかある？これ行ってなくない？なんか、あ、いや行ってるか、行ってる行ってる。よし、あとはかけてみよう。とりあえず道なりに行く。そうすると向こうのライトに当たって、遠いな。ん？なんかこれ合ってるか？もともとライトが入ってたんだよねこれ。それがこれ緑色に上書きされてるのでいいのかな。あの光を追っかけて、なんかあそこにいたさ、オレンジ色の人を見つけたんだもんね。ちょっと今ごめん。そこで止まっている。だからそこから、そこにスターがあるから、あれをこの辺にスターがあんねん。これね、だから向きからさっきのライトを受信できるような場所、あの辺のパズルから見れるかな。ちょっと向き変化、こっち側にあるパズルがなんかない。何もない。あいつの見てる方向から言うと、この辺になんかあったらいいねって感じだけど、あれは無理やり届くかアグみたいな角度あんのかな。あそことそこでしょ、まあ、こっから行けるかな。受信機1個あれば行けるわけだから、
いや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 、まあ分かりやすくはなってるか。緑色のライトなんだよ基本的に持ってるのは。緑色だけ気をつけようって感じだね。手元のメモとかに残しててもいいぐらい。OK。 さて、なんかさ、マップ上に手形が残ってる感じするよね。手形と、シークレットのもう一個、まあでもパズルやりたいかな。手形はまあ別に最悪見なくてもいい。パズルに行くにはここをまっすぐ行くとシークレットが登場する。シークレットっていうかロストパズル。この辺らしいのだが、この上か、ここか。本当にどうやって帰るの。本当に隔離されたところにあんね。いやいいよ、なんか本当にさ、いいよね、冒険してる感ある。時間は微妙だけど、ちょっとやってみよう。1時間以内に解けるかな。変なハマり方しなければ大丈夫なんだけどね。青色がありまして、ジャマーと変換器、向こう側にもなんかいろいろあって、壁ぶち壊しがあったりする。こっちサイドに物を渡すみたいなことができない。青色が入るとここは切れる。うん、強すぎないか。青色が入れるのは、うん、で、あ、赤色は入る、赤色が入ると門が開くなのこれ。青色が入ると門が開く、赤色が入ると門が開くって言ってる。両方なのかどっちかなのかが分かんない。このゲームね、お赤&分かんないんですよ。それを明示するものがない。ここに扉があるじゃろ、そこになんかあるじゃろ。なんでここにゲートがあるんだ。これは今邪魔してんのか。これが赤色。複雑だなぁ。こいつが使えんの、ここしかなくない。他にあんの、壁。壁ないならもう確定であそこ置きっぱなしでもいいぐらいだ。置きっぱなしにして、あれでしょ、ブツブツ交換でしょ、多分。やることといったら。お互いに好き勝手物を交換し合おうや。邪魔が持ってけんの熱いかもな。これが来たから青青がいけんだよね。ここもこうすっとってなって、あ、アンドだね。邪魔を向こうに送ったら俺が向こうに行けなくなるから、ここの扉を開ける方法が欲しいかな。この扉って何で開けるの？何で開けるのがないのよ。あれ？今ジャミングしてるのここか。なんでここ開きっぱなしなの？うん？赤色を入れることでここは閉まるの？なんだそれ？閉めるメリットがあるステージあんのかな。赤いライトがこちらに欲しいので、変換器がこっちに来たいよね。はそうなんですよ。これはこっちサイドにいらないから、そうするとこれが青をもらっ
で、なんかこれどうなってんのそれ、え、なんか邪魔してるなお前。そこの青を俺がもらえれば、あ、もうゴールなんか。だけどこの距離感、何が難しかったのか分かんない。普通に、え、悩みどころがない。簡単すぎないかこれ。だって穴開けて2つの物体交換しただけで終わっちゃって、なんか別に何も特別難しいことやってない。あ、拍子抜けしてしまった。5分ぐらいじゃない。出口、これでパズルというものは全て解いた。あと門は無理で、ラボ見つけたでしょ。じゃああれか、最後の橋渡して、ハテナ、上でハテナになってるものまだある。あるなあ。じゃあ7番とハテナが見え分けつかねえの嫌だね。こっち側に手形があるので上げていきましょうか。うん、急にポップした。早い。手形を失いました。おー、なんかある。こんなん気づかない。こんなん気づ、狐に教えてもらわないと気づかなかったね。いいものが、こんないいものに気づかないままこのステージを出ようとしていた。恥ずべき行動だな。何なんだろうねこの形。いいよな、この部分だけ飛び出しててちょっと斜めになってストンと落ちる。で円でくり抜かれていて、いやかっこいいよなこれ。本当にさ、もう一個一個がセンスありすぎて、もういちいち反応してないけどいちいち反応しないけどずっといいよ。私が全部反応、こういう異物もね、各ステージに1個とかあるんだろうな。あー、でもこれどこで見つけたかって書いてないから、後からこういうものを探そうってなると大変なんだ。このワールドには1個あるからみたいなことが分かんなくなるんだね。動画撮ってるとはいうさ、メモってるわけではないから忘れてっちゃう。手形ですよ。手形なんですよね。こっちこっち近いよ。あれ、やんなかったっけこれ。え、これアクティブにしたよね。うん、上の表示がさ、なんでこれ終わってない色になってんだろう。手形って、手形って全部あんなぐらい青色なのか。先を急ごう。足開けちゃおう。どうだから、あの黄色のとこね、黄色のとこ行ったら真ん中行けるから、このエリアは全体的に難易度はそこまで高くなかった。ただ次のエリアから、だからあれなんだよね、レーザーを3次元的にかなりフリーダムに置くことができるみたいなことになると、逆にどうやって難しくなるのか分かんない。これは
こういうのもあんだね。無理でしょ。あー、いけるか。そっちかい。オッケーオッケー。距離感が分かんないんだって。やばそうなピースは？やばそうなピースは L 字か。なんか下で。おお、やってんね。何も考えずにできちゃった。来たよーん。うわ、いい。あのスクリーンショット撮ると画面があれ変になっちゃうからやめるけど。良すぎんごねー、これ。おいおいおい。ついの住処にしたい。When the craftsman Daedalus was imprisoned in the very labyrinth he had created, his only solace was his son Icarus. To escape their plight, he fashioned wings of feathers and wax. He warned his son to fly neither too high nor too low, but his son, enraptured by the freedom of flight, flew too close to the sun. Thus the wax in his wings melted.日本だとこれ合唱曲になってるからやたら有名だよな。まあ、どうなの、大体一番として解釈する、傲慢な主人公みたいな、大体合ってるかな。この辺前半3つぐらいは大体同じようなことを言ってて、この辺が若干変化。右性ってなんだ、そもそもの、なんかそもそもするなよみたいな世界だな、この話は。これはやるならもっとうまくやれっていう観点だから難しいね。なんか国語のテストみたいだね正しい、最も適切なものを選ぶみたいな感じになってる。まあ、親の言うことを聞いておけばというぐらいに。はい、その通りです。知っております。何を選んでも語ってくれるから別にあんまり深く考えてない、ここ。この選択肢は。ただ、自分の頭がこう刺激されるから嫌いじゃないの。Consider King Minos burned in his bath as you seek your own answer. Minos. これで3つ目が光るので、なんかミッションコンプリート感あるんですけど、さあどうなるって感じだね。メガストラクチャーが開く。どうなる。I think this is an invitation. Doesn't look that inviting to me. If you consider the size of the entire structure, then that opening must be big enough to drive a building through. Or the VTOL. You want us to go in there, into the creepy triangular. じゃあメインのところに戻れと。More of death. 戻れない。I think it looks charming. Byron's right. We're here to explore, and this is a mystery worth investigating.This technology could change everything. じゃあメガストラクションに出発しようか。Nope. Let's meet up with the VTOL, everybody. We're going in. Okay.